デルタ航空機爆破テロ未遂事件とは2009年12月25日にアメリカ合衆国で発生したデルタ航空機を使ったテロを乗り合わせていた乗客が未然に防いだ事件。ちょうどアメリカ合衆国ではクリスマスだったためクリスマスの攻撃と称される。なお当該機はデルタ航空と経営統合したノースウェスト航空の機材、便名による運航であったためノースウェスト航空機。 爆破未遂事件などとも呼ばれる。ナイジェリア国籍の容疑者は、アルカアイダの意図を受け本格的なテロ行為に走ったと、される。76グラムを超える爆発物のペンスリットを下着に隠して機内に持ち込む、ことに成功したが、機内で取り押さえられ爆破は未遂に終わった。2012年2月16日、デトロイトの連邦地方裁判所は、被告人に、 殺人未遂や大量破壊兵器の使用未遂など8つの基礎に対する終身刑4つと禁錮50年の刑を言い渡している。犯人の父親が事前にアメリカ合衆国連邦政府当局に警告をしていたことが分かっている。犯人は現金で航空券を購入し手荷物しかないという不自然な行動であったにもかかわらず、 空港側はいかなる対策も取っていなかった。これに関しては、ジャネット・ナポリターの国土安全保障長官も、非を認めている。アメリカ合衆国は、アメリカ同時多発テロ事件を契機に、搭乗者の保安検査を厳重にし、事前旅客情報システムの情報交換を行っていたが、この未遂事件で、安々と突破されたため、検査対象人物を選別、爆発物検知の充実、 最新の画像処理技術の使用が追加され、より登場手続きに厳重さが増すこととなった。アラビア半島のアルカイダは2010年1月、爆破ミス事件で犯行を認める声明を発表。これに対し、アメリカは同勢力について実行犯の訓練を行ったとして非難した。同年1月12日、イエメンの治安当局は、 アラビア半島のアルカーイダ総統作戦の一環として同組織の拠点を襲撃、一人を殺害、四人の身柄を拘束した。ありがとうございます。